キリがねえ。倒しても倒しても次々湧いてきやがる。おい、こっちだ！急げ！はあ、これで一息つけるな。お疲れさん。あんたらのおかげで住人の避難は大方完了したよ。だが状況はあまり良くないな。外があれじゃここから出られないし、中は中で深刻な状況だ。あそこにいる人たちは？ああ、あの人たちはみんな小熊病、この島の風土病にかかっているのさ。あざが全身に広がると死んじまう病でな。この島ではずっと昔から不治の病として扱われてきたんだ。最近今まで見たこともなかったあの魔物たちがいきなり島に現れてな。それと同時期に変な黒い霧が出てきたと思ったら、小熊病の患者が突然増え出したんだ。おかげで病床も足りなければ薬も足りない。外の状況が変わらない限り苦しくなる一方だ。おお、偉大なるマハーデーバ様、どうか我らに救いよ。マハーデーバって誰だ？ああ、おとぎ話の救世主さ。島の老人たちは救世主が現れて島を救ってくれると信じてるんだ。おとぎ話などではない。あれはれっきとしたこの島の歴史であり事実なのだ。おい、落ち着けってばあちゃん。私すごく気になって、よければ聞かせてくれませんか？もちろんじゃ。祈るものが多ければ多いほどマハーデーバ様のご加護は強まるのじゃから。
これは遠い昔のこと。白雨戦争よりも前にこの地で起きた出来事じゃ。羅刹王ターラが地の底よりアスラを招きて、この地を死と絶望で満たさん。死が空を飲み込まんとせしとき、雷光が黒き空を裂き、破壊と再生の化身が降臨せり。かの者、島の森人と人の祈りにより一針の弓を鍛え、その弓にて羅刹王もろともすべてのアスラを無へと返した。これこそがこのトリプラ群島の始まり、破壊と再生の救世主マハーデーバ様の偉業じゃよ。わあ、そのマハーデーバさんって人はとってもすごい人なんですね。私も似たような人を知ってるんです。危ない時には私たちの声を聞いていつも助けに来てくれます。だからきっとマハーデーバさんもおばあさんの声を聞き届けて力を貸してくれると思います。祈るだけで救われるならこの島はとっくに救われてるはずだろう。だけど現状は悪くなる一方だ。所詮はおとぎ話なんだよ、バカバカしい。おい、そんな言い方はねえだろ。だってそうだろ、俺たちだって最初は祈ってたさ。誰かこの状況を何とかしてくれって。本当におとぎ話が現実に起きたことならどうしてこの状況になってもマハーデーバは助けてくれないんだ。オイラたちも行こうぜ。すごい数です。いつの間にこんなに魔物が。やべえぞあいつ、助けねえと。
後ろ！この気配は…シヴァさん！無事か、我が信徒たちよ。礼には及ばぬ。我が信徒の危機とあらば、それを救うことが我が使命。だが信徒たちよ、安心するにはまだ早い。今この地に起きている厄災は始まりに過ぎぬのだ。早急に手を打たねば、やがてこの厄災は全空をも飲み込むだろう。どういうことだ。一体この島で何が起きてるって言うんだよ。ナンジラはアスラというものを耳にしたことはあるか。アスラ、確かどっかで聞いたような。あ、さっき聞いたおばあさんのお話の中に出てきました。確か羅刹王という人が地の底から呼び寄せたものでしたよね。そうか、すでに知っているのであれば話は早い。かつてターラカによりもたらされた厄災と同じものが再び起こりかけているのだ。このまま放置すれば、空に生きる全てのものが死に絶え、この世は混沌に支配されるであろう。全部が死ぬって、そのアスラってのは一体何なんだ。アスラという存在は古き者の名だ。地の底にはびこる者、混沌の化身、死と絶望の概念。今の人の子らはあれを隔離世と呼ぶのだったか。隔離世だって。じゃあこの町にあふれてるあの魔物は全部隔離世の存在なのか。今この地にはびこっているものは厳密には異なるが、おおむね同じものであると言える。半月ほど前だったか、我は人の子らの救いを求める声を聞き、この地を訪れた。その時、島の中心地より強大なアスラの気配を感じ、それを排除しようとしたが、我が浄化するよりも早く、あれらは人の命を喰らい、侵食の根を広げていった。それが今の状況だ。それじゃあ、シヴァさんは私たちがここに来るよりも先にこの島に来ていたんですね。しかり、我はかつてこの地で同様の厄災を払い浄化したことがある。それじゃあこの島の人たちが言ってたマハーデーバさんってシヴァさんだったんですか。
懐かしい名であるな。その名で呼ばれていた時代もあったが、まだこの地に残っていたのだな。だが以前我が治めたそれよりも、今起きているこの厄災はよほど深刻である。どういうことですか？この事態を引き起こしているのは、ターラカが残せし執着と恨みの念だ。死者が残した念とは、聖者のそれよりも暗く重く、そして根深いもの。今もなおこの地を呪い続けるほどに。地上のアスラをいくら払えど、根が残り続ける限り、何度でも同じことが起きる。これは目に見えるものではない。大気に、大地に、命の中に潜むすべての根を排除しなければならぬのだ。それじゃあ島だけじゃなく住人も助けられないってことかよ。かつての厄災の折、アスラを駆逐するために我が鍛えた弓がある。その弓はこの地を守っていた我が同族の核を素材とし、人々の祈りを紡いで作り上げた悪滅の弓。この状況を解決する一つの手段として、その弓の力があれば、あるいは。おお、それじゃあさっさとその弓であの魔物たちを追っ払おうぜ。いや、その弓は今。なんだあいつ。あの人、聖少女です。すごく苦しんでいて、消えそうな自分を必死につなぎ止めてる。完全に落ちたわけではないか。ならばまだ手の施しようはある。我が信徒よ、体のどこかにあれを蝕む種があるはずだ。それを砕けば我が炎で浄化できよう。我が信徒の魂を汚すことは我が許さん。
我が浄化の炎は全ての汚れを焼き尽くすまで決して消えぬ。汝の汚れが魂まで及んでいたならば、残るのは灰のみだ。ほう、人の形を保っているか。どうやら間に合ったようだな。我を待てば様。パラシュラーマ、なあシバ、こいつもしかして知り合いなのか？ああ、かつて我が弟子であり敬虔なる信徒の一人であった。だが人まずこの者を連れ、どこか安全な場所に身を潜めるとしよう。いつ再びアスラに襲撃されるかわからぬ。それまでにこの者の目が覚めることを期待しよう。何時もそのものについて気になるか。そのものの名はパラシュラーマという。かつてこのトリプラ群島に生まれし空の民であった。空の民？でもさっきルリアはこいつのこと聖少獣だって言ってたよな。あ、はい、今ははっきりとこの人から聖少獣の力を感じます。それについては我もわからぬ。だが我の知る人物と同じであれば間違いなく人の子であった。パラシュラーマが生を受けて間もなく、この者の父である国王自ら我に知らせをよこしたのだからな。パラシュラーマはその父と同様に生まれた時から我の敬虔なる信徒であった。故に我も目をかけていたのだが、ある日突然弟子にしてくれと我を訪ねてきたのだ。もともとこれは幼き自分から武芸の才に恵まれていたがゆえに、自分の国や民を守りたいと思ったのであろう。敬虔なる信徒の願いとあらば叶えるのが我が役目。
ゆえに我はかの者を弟子として迎え入れたのだ。そしてかのターラカとの戦いにおいて、この者は人の身でありながら側近であるアスラを一人で打ち倒してみせた。我はその功績を認め、この者をトリプラ軍刀の守護者に任命し、その証として弓を授けたのだ。アスラをほふるための武器、悪滅の弓、ビジャヤを。しかしビジャヤは今この者の手にないようだ。ビジャヤは今どこにあるのか。そもそもこの者は我の知るパラシュラーマと同一の者なのか。すべてはこの者の目が覚めればわかることであろう。今はただ体を休め、その時を待つしかあるまい。よかった、目が覚めたんですね。よ、兄ちゃん、気分はどうだ？どこか変なところはないか？お前たちは、我は一体。申し訳ございません！どう？いきなりどうしたんだよ！床に穴が！あなた様よりこの島の守護を任されておきながら、この体たらく、今さら合わせる顔などありませぬ。我が師、我が偉大なるマハーデーバ様、どうか我に罰をお与えくだされ。ひとまず顔を上げよ、パラシュラーマ。罰を求めるのであれば、汝の知るすべてを我に聞かせよ。話はそれからだ。すべてとは？すべてだ。我が去った後、この島で何が起きたのか、汝の知る真実をすべて明かすがよい。汝に罰を与えるか否かはそれから判断することにしよう。マハーデーバ様が去られた後、アスラの脅威から解放され、数年は平和な日々が続いていました。ですがターラカ亡き後、ハイハヤの王カール・タビリアがこの世を征服しようと目論み、アスラの知識を用いてターラカの怨念をその身に宿すと、この地にアスラの門を開いたのです。カール・タビリア、汝の母国の隣にあった国の若き王か。
あれは人の中でも最も傲慢で強欲なものであったと記憶している。ターラカとの戦いの折、随分とおとなしいとは思っていたが、そのような思惑があったとは。我はあなた様との盟約に従い、この地を守るためカール・タビリアに付き従うアスラたちをほふりました。ですがカノ王は我の行いに対する報復として、我が父母と民の命を奪ったのです。そして憎悪と怒りに飲まれた我は、その衝動に突き動かされるままビジャヤの力を解放しました。復讐のために放たれた矢がアスラを浄化することなどできない。復讐は復讐を呼び、呪いは伝染する。王を討ち門を破壊することはできても、かの王たちの怨念とアスラの呪いまでは払い切れてはいなかったのです。この地に残っていた呪いは、コクマ病としてこの地の人々に死と絶望を与えました。呪いが人の命を喰らい、喰らった分だけ怨念はより強まっていく。結果、長い時を経てかの王たちの怨念は、新たなアスラの化身として再びこの世に蘇ったのです。我はどうにか払おうとしましたが、力及ばず、挙句にはアスラの正気に飲まれる始末。全ては我の責任です。誓いを破り力を使ったか。ならばビジャヤは。ご想像の通りです。我は所有者の資格を失い、ビジャヤは砕けて消えました。やはりそうか。であれば、汝がこの厄災を未然に防げなかったことにも納得がいく。おい、ちょっと待てよ。それじゃあこの島を助ける手段がなくなっちまったんじゃねえか。慌てるな、赤き竜よ。ビジャヤは一つの手段であり、唯一ではない。誓いを破り、ビジャヤを失った汝が何故人を捨てた。その力は何のために得た。一度は罪を償うべく、この命を捧げようとしました。ですが、猿方と出会い、我は気づかされたのです。死は償いではなく救済であると。故に我はその方に頼み、不死の肉体を得ました。この身が朽ちるその時まで、空の民全てを守るために。そうか。しかし今、あなた様と再会した以上、我はあなた様の裁きを受けるべきであると思っています。あなた様の期待を裏切り、その名に泥を塗る罪を犯したのですから。我は汝に罰を与えぬ。なぜです。我がどのような罰を与えようとも、それは汝に救いを与えるだけで贖罪にはならぬ。生きることは死よりも苦痛を伴う。それが分かっているからこそ、汝は人の身を捨てたのであろう。
人の精神を持ちながら永遠の時を生きるということがどれだけの苦痛をもたらすか汝は知ったはずだ。それでもなお罰を求めるならば、今再び訪れているこの危機を越えるため、汝の力を振るうがよい。たとえビジャヤがなくとも、一人でも多くの命を救ってみせよ。その目、確かに受けたまわりました。マハデーバ様の名にかけて、我が身朽ち果てるその時まで、全てを守り抜くと、ここに誓いましょう。それでよい。とはいえ、ビジャヤがない以上、アスラたちの侵攻を食い止めるのは至難の業であるな。これからどうするんだ。あいつらどれだけ倒しても次から次に湧いて出てきやがるし。地上に現れるアスラは断片に過ぎ、全ての元凶たるアスラの化身がどこかに潜んでいるはずだ。それを滅すれば新たにアスラが生まれることを防げるだろう。問題はその所在がわからぬという点だ。というか、お前たちは何者だ。え、今さらそれを聞くのかよ。まあ、パラシュラーマさんが目を覚ましてからちゃんとお話しする暇もありませんでしたし。はじめまして、パラシュラーマさん。私はルリアです。オイラは B。 ルリアとこいつと一緒に機関士として旅をしてるんだ。はい、それでシバさんの信徒なんです。信徒？団長とやらは人間のようだが、お前たち二人は何だ。え、赤い古竜も青の娘もどちらも空の民ではないな。もしやマハーデーバ様に害をなすものではないだろうな。この者たちは我が敬虔なる信徒たちである。人であれ何であれ、我が認め加護を与えし者に変わりはない。なんと、あなた様自らお認めになられた方々に我はなんと無礼なことを。マハーデーバ様、無知であったとはいえ、あなた様が認めた者を疑った我にどうか罰を。サジだ。罰を与えるほどのことではない。なんと慈悲深い。これほどまでに罪深き行いをもお許しくださるとは。なんかすごいな、この兄ちゃん。パラシュラーマさん、本当に心の底からシバさんを慕ってるんですね。取り乱してすまない。では、
気を取り直して、共にマハーデーバ様を信仰する者として、お前たちを我が愛すべき友と認めよう。今後ともよろしく頼むぞ、我が友よ。マハーデーバ様、この気配は？おそらくこの地に残る聖の気配につられ、アスラたちがこの町に迫っているのであろう。我が信徒たちを心せよ。決してこの地を落としてはならぬ。ここはこの島に残る最後の地。この空にアスラの呪いを広めるためにも、ここで食い止めなければ。あれだけのアスラが集まったとあらば、そこに満ちる正気もかなりのものであろう。人の子よ、ナンジラは町に戻り人を守れ。人の身ではアスラの正気に耐えられぬ。我が加護をもってしても完全に防ぐことはできぬだろう。人にならば全て預けることができる。我が使命を果たすためにも、必ずやあの軍勢を食い止めよう。それでもなお我を案じるならば、祈りを捧げるがよい。ナンジラの祈りが我が力となる。分かったよ。でも絶対無茶するんじゃねえぞ。シバさん、パラシュラーマさん、どうか無事で。ここに我が炎にて教会を敷く。我ら二人では軍勢を滅するより町が飲み込まれる方が早いだろう。一時しのぎではあるが、化身を引きずり出すまでの時間を稼ぐ必要がある。御意、では我はあれらの注意を引き足を止めましょう。あなた様の準備が整うまで、その御身には指一本触れさせませぬ。いかなる理由があろうとも、死者が聖者を犯すなどあってはならぬ。その罪必ずやあがなってもらうぞ。
どうしてこんなことに。頭の中に声が。やはりこうなったか。だがあまりにも侵食が早すぎる。シヴァ、町の外の魔物たちはどうなったんだ。半分ほど消し飛ばしたが、元を絶たぬ限りは気休めにしかならぬ。今は我が炎にて進行を食い止めている。ここには多くの絶望と恐怖が渦巻いている。アスラの勢いが増したのもこれが原因だろう。人の子らよ、アスラに落ちたくなければ絶望に飲まれてはならぬ。一度アスラに落ちれば二度と戻れぬ。魂ごと消え失せるか、苦痛を背負いさまよい続けるしかない。アスラ、あんたは一体。マハーデーバ様、
なんだあれ、あれがこいつらの親玉なのか。あれがこの厄災の元凶。かつてこの地にアスラの呪いを振りまいた王の慣れの果てだ。信徒たちを、その者たちを守れ。シヴァさん、一体何を。希望がついえぬ限り可能性は残る。たとえいかなる闇の中であっても決して諦めてはならぬ。得意点よ、汝の強き祈りと願いは閉ざされた運命さえも覆す。絶望が伝染するものならば、希望もまた同じもの。汝に託すぞ、我が敬虔なる信徒よ。まさか本当に黒い奴らに飲み込まれちまったのか。どうやら奴らは死の心配をする暇さえ与えてくれぬらしいな。マハデーバ様の言葉を覚えているか。あの方は諦めるなとおっしゃった。希望が残る限り可能性はあると。ならばよい、我が前に立ちあれらの進行を食い止め。お前は。ああ、任せたぞ、我が友よ。
ください。コロンシャス、やっぱり湧いてくるか。クソ、お前らなんかに負けてたまるか。もういいよ。もう終わりなんだ。俺たちはこの島をどうやったって助からない。あの人、俺たちをここに逃がしてくれた人はマハーデーバ様って呼ばれてた。もしあの人が本当にこの島を救ったマハーデーバーなら、それだけの人でも状況を変えられなかったってことだ。だからもういいんだ。きっとこれが運命ってやつなのさ。シバさんが言ってました。希望を捨てない限り可能性は残っているって。私たちはこれまで何度もシバさんに助けられました。だから私たちはその言葉を信じて戦うんです。希望、どんなに苦しくてもどんなに辛くても諦めない限り希望は消えねえんだ。だからお前らも最後まで諦めちゃダメだぜ。オイラたちが絶対に守るからな。間違いねえ、シバの炎だ。見ろ、町の魔物たちがどんどん燃えていっておる。おおおお、これはまさしくマハーデーバ様の救済の炎。どうか弱き我らをお救いくだされ。何か
光ってねえか。嘘だろ、この状況でまだ出てくるのかよ。これは美女屋だ。美女屋で、兄ちゃんがなくしたっていうあの弓か。ああ、友の祈りが失われたそれを呼び寄せたようだ。我が友よ、その弓を手に取り魔を払え。お前にはその資格がある。
人の子よ、汝の手にしたそれは孫をことなき我が弓ビジャヤである。その弓でアスラの化身を射抜け、我が支援する。汝はただ我に身を任せればよい。私たちがあなたを支えてますから、だから頑張って。この身が傷つこうともまだお前の背を支えることはできる。我が友よ、今こそ忌々しき因果に終止符を。人の子らの祈り、汝を滅す悪滅の矢だ。
マハーデーバ様の怒りだ。これはマハーデーバ様の怒りだ。ここまでお怒りになられた姿を我はこれまで見たことがない。罪と業を背負いながら虚無へと帰るがよい。ああ、気がついたか。調子はどうだ？あれ、オイラたち。ここは、一体。わからん。ただな、かつてトリプラ軍島があった場所ではあるのだろう。ジラも息災のようだな。我との誓いを果たし、よくぞ人々を守り抜いた。この地は長い間怨念とアスラの呪いを受けていた。
ゆえに一度破壊するほかなかった。そうでなければ長い年月を経た後に再び同じことが起きただろう。でもよ、島だけじゃなくて空までなくしちまうなんてさすがにやりすぎじゃねえか。いいな、これは終わりではない、新たな始まりである。見よ、これが我に与えられし使命、我が与える真の救済だ。全部夢だったみたいだぜ。あんな戦いがあったとは思えねえ。この地が再生しようと起こった事実は変わらぬ。失われた命もアスラに落ちた魂も元に戻ることはない。だがそれらは全て浄化された。あの厄災を経験した者たちからも忌むべき悪夢の記憶は消え失せている。この地は真にアスラの呪いから解き放たれたのだ。あるべき断りに従い平穏なる時を刻んでゆくだろう。どうやらビジャヤは正式にお前を使い手として認めたようだ。そのようであるな。何時の旅の中で今後必要な時が来るだろう。その時に備えビジャヤは何時が持っているがいい。我が最初に生み出したビジャヤはとうに失われた。それは汝の願いと今を生きる者の祈りによって新たに生まれた汝のためのものだ。今は汝が持つにふさわしき弓であろう。それでいい。風向きが変わったか。ならばこれ以上この地にとどまる理由はない。パラシュラーマよ、汝はこれからどうするつもりだ。この地からアスラが消えた以上、我がここにとどまり続ける理由はありません。ですが我が食材は終わってはいない。空を巡りながら
はびこる諸悪を滅し、民の安寧を守り続けます。我が友よ、お前たちのように高潔で強く正しき者と出会えたことを我は嬉しく思う。いずれどこかで会うことがあれば、その時は友として語り合おう。おう、その時はオイラたちの仲間も紹介するぜ。ぜひ私たちの船に遊びに来てくださいね。ああ、お前たちの旅がうまくいくよう願っている。それではマハーデーバ様、いずれまた。ああ。我もそろそろ行くとしよう。我が信徒たちよ、何時らが崇拝する限り、我は何時らと常に共にある。我が力が必要な時は呼ぶがよい。どこにいようとも何時らの声は必ず我に届く。はい、前に約束した毎日のお祈りもちゃんと続けますね。人の子よ、何時の旅は果てなく続く。その命が続く限り、旅は終わりを迎えることはない。途中多くの苦難を味わい、悲しみに暮れることもあるだろう。それでも絶望せず、諦めることなく、正しき道を歩み続けた者だけが至ることのできる境地、何時はそこへ至れるものであると我は信じている。その弓は何時への信頼の証である。我が信徒として、我が認めた者として、恥じぬ道を生きよ。では我が信徒たちよ、また会おう。シバさんもパラシュラーマさんも行っちゃいましたね。またどこかで会えるって、その時はもっといろんな話が聞けるといいな。はい、行きましょう。Bさん、おう、オイラたちの旅もまだまだ先は長いしな。